死んでたりするからね、鹿がもう。引かれて。だ今ほんと危ないの。高速もすごいでんだって、今。高速道路？高速も。ああ、怖い。そんなのもう、あんなのやばいよ、でかいから。鹿なんか高速道路出てきたら結構事故になるね。結構な事故、あれだからほんと危ないと思う。そうだよ。そう。あらー、うん。だから現地に行く人は絶対気をつけないと。飛ばしちゃダメだね。そう。ゴールデンウィークで、その、夜出てくるからね。今これ聞いて食べたくなって行こうと思う人もいるだろうからね。ゴールデンウィークだし、ちょっと行くとこもあんまないし。そう。なんか行ってみようなんつって。今ほんと危ない。だからね、何週間に一回はそういう寮の、寮中中なんかそういう、狩る人たちね。いるよね。もう鹿が今、だから、異常発生してるの、多分そこら辺で。だからそれもやってるから。そっか。危ない、あれは。そうだ、それは言っとかなきゃいけなかったね、確かに。そっか。気をつけない、気をつけないと、こう。何なんだって、全然気をつける気にならないんだよ。大事なとこなんだ。まあそういうことだから、とにかく。そういうことだからじゃない。ちゃんと気をつけなさいってことで、うん。そうよ。危なかったんだから、俺だって。そうですか。そう。うん。じゃあ俺もちょっと暇を見つけて、ててそっちは行こうかしらね。一回ぐらいは行ってきてくださいよ。ねえ、うん。まだメールテーマも決まってないね。決まってないでしょ。うん。カレーと、あと、え？カレーと、カレーの話。カレーしか出てこないね。カレーだね。何の話したの？カレーと骨折ぐらいだよね。カレーと骨折。付き人。付き人か。付き人だ、今、そっか、メールテーマね。うん。だから、今まで、うん。この、なんだろうな、いた、だから面白い付き人の話だな。待って待って待って。ないないない。ないんですよ。え？面白い付き人の話。こんな付き人私いましたっていう。ああ、付き人。うん、まあ、ね、付き人。ああ、なんだろうね。それ周りにもいるんじゃない？なんかの下についたとかさ。アシスタント？アシスタントで。ナホの友達かなんかはさ、うん、ああいう、なんだっけ、あれあれ、あいつあいつ、マックの社長なんだっけ。どんなマックの？マック、マック、マクドナルド？マッキントッシュの、アップル。スティーブ・ジョブス。スティーブ・ジョブス。うん、が、前に日本来た、結構前よ。うん、もう、10年、20年ぐらい前かな。うん、前に日本来た時に、あれいつも同じ格好してんじゃん。うん、黒い T シャツとね。そう、うん。で、で、その時からああいう風に人前出てなんかこう、プレゼンみたいな、うん、なんかするんだけど、ね、革靴が、から、いつも同じ、もう履いてるから、うんうん、親指が出ちゃってやった穴履いてて。で、それでもやってんだって。うん、親指で、でも関係、親指出しながら、演説はやってんの、うん。もう洋服気にしないやつだから。うん、でもさすがにそこにもう下についてる。うん、そのナホの友達はなんか下についてんの、そのジョブスの。さすがにこれで人前出て、もうやばいだろってなって、うん、靴を買いに行った時に、うん、なんだっけ、なんだろうな。もうボロボロの靴じゃないと履かないのかな。うん、黒い、うん。なんか。で、その同じモデルの、うん、似たようなやつじゃ変わんない。だとダメなの。うん、それをなんか中古で買ってきたかなんかっていう話を聞いた気がするんだよな。だそういう風な指示が行くみたいな。もう新品とかそういう高いのとかは絶対に履かない。付き人はそこまでなんか徹底してなんかこう。そうなんだ。うん。なんか T シャツは、なんか何年分かまとめ買いしてるって話だったよね。あの人ね。まあでもそれは最近じゃないじゃん。黒い T シャツは。黒い、に、ブルージーンズね。そう。なんか同じやつを、なんか何枚も、なんかもう、自分が死ぬまでの。ああ。そう。何歳で仮に死ぬとしたら、これぐらい必要だっつって全部買ったみたいな話聞いたことあるけど、革靴は古いのしか履かないんだ。古いのっていうかもう、多分履き慣れてるなんかもう、それあんだろうな、そういう靴が。汚いの。それからまあ、20年近く前だと思うんだよな。20、もっと前だが。へ、うん。そういうのをなんか厳しくて、うん、すごい怖いって言ってた、そういうのがなんか。そうか。もう、なんか徹底してるから。あ、これじゃないとダメだ。なるほど。じゃあそういうあれだな、上司とか。うん、そうそうそう。先輩とか。うん。あ、
そういう話だな、今日は。そういうメールだな。うん、そういうメールね。私が入った会社でいた上司とか。うん、まあ何でもね。私の先輩。ね。うん。うん。はい。ファックス番号東京0355629540メールアドレスメガネアットマーク tbs.co.jp すべて小文字で送ってください。木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ。例えばね、言い忘れたんだけどね、うん、今日メールを読まれた方はね、うん、シールをね、差し上げたいと思うんですけど、はい、このシールがね、俺の友達がやっている六感堂っていうあの、はい、池袋のラーメン屋さんね。美味しいラーメン屋ね。そうそう、うん、そことね、コラボしたね、はい、シール、うん、シールを作って送ってくれたの。はい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 。うん、この可愛いやつね。そう。うん。すごいじゃないこれ。ジャンクのメガネビーキ、おぎやはぎ。うん。おぎやはぎのメガネビーキって書いてあって、はい、ジャンクのね。うん。で、俺らになってて、で、俺らは六感堂のラーメン持ってるっていう、キャラクターになってるんだけど、うん。そう、ビックリマンシール的なやつ。そうね。うん。可愛いですよ、これ。うん。これを今日読んだ方にはね、これ全部あげるから。あらららら。うん。そんなあるんですね、このシール。そう、結構送ってきてくれたの。あー。シール。いいよ、これ。読まれた方全員。そう。わかりました。そう、あげちゃいます。はい。よーん。お願いします。さあ、うん、じゃあ、なんか、あります？うんうんうん、うん。ルーメの方。ルーメ。あ、メールね。うん。うんうん。ラジオネーム、満腹亭稲荷。うん。おぎやはぎさんの友達になりたいのですが、募集してますか？友達はね、募集してないんだよね。そうなんですよ。そう。友達は募集するもんじゃないからね。もう友達作んないようにしてるから。いらないんだよな。もういらないか。これ以上は。そうね。増やしてもなーってあるもんね。何歳ぐらいなんだろう、一応。23歳。うわ、いらないな。いらない、いらない、23は。いや、でも友達に年齢は関係ないって言うよ。そう、23はちょっと、さすがに若すぎるな。23？ 30超えてないとやだな、俺。作家志望。ああ、友達ではないんだ、作家なんだ。うん、友達になりたいみたいよ。その友達だったらいいんだけどね。まあまあ、まあ、まあ、どうしようかな。まあ、いい感じだったらなってもいいな。まあ、これが？そうそう。お金持ちだったりとかさ。うん。おぎなに、うまみがないとやもんね。友達ってそういうもんだからさ。うまみがないとやっぱ。最低だな。そんなやつのほら友達になってもしょうがないからやめた方がいいよ。ラジオネーム満腹亭稲荷、おぎの友達になってもしょうがないから。結局そうよ。ラジオネーム、たりき本願寺の子。うん、あの、ひげちゃんの愛人募集ですが、うん、男の僕でもよろしいですか？お、肌は綺麗だと自負しております。前向きによろしくお願いします。うん、あれ、ヒゲちゃんって、男いけんだっけ？いけんだよね。そんななかったっけ？行ったことあるぐらいのこと。あんのかな？今いなくなっちゃった。いないか、今。いねえのか。まあでもいいよ。うん。うん。いいと思うよね。うん。ありあり。うん。うん。え、男無理なの？ん？え？いけるって言ったらなかったっけ？ほんと、前なんかそういうのあったって言わなかったっけ？言ってたよね。太ったね。うん。うん、太った人。太った人ならね、っていう。あ、フェラだけしたんだっけ。なんだよ。もう一回だけなのね、じゃあ、その。肌が綺麗だと自負しておりますって書いてあるけど。肌綺麗でもダメ。痩せてないの？痩せてんの好きなの、今。